はい。それでは、お時間となってまいりましたので、ユニークキャリアラウンジ第678回を始めたいと思います。本日、インタビュアーを務めます、青木です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。ユニキャリ、こちらの番組の趣旨といたしましては、29歳以下の方々を対象に、その方々のまだ何者ではなかった頃のお話も伺いながら、ゲストさんの人生に迫っていく、そんなインタビュー企画です。約1時間となりますが、皆さんぜひ最後までご覧ください。それでは早速ですが、本日のゲストさんお呼びしたいと思います。本日のゲストはアナリストとファイナンシャルプランナーを兼業されていらっしゃいます三上良子さんです。三上さん、本日どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。土曜日の朝早くからありがとうございます。いやいや、こちらこそおかけします。よろしくお願いいたします。三上さん、ちなみにこういう人生インタビューは受けられたことはありますか？まあ、自分の人生に関して結構考えたりするので、はい、まあ、友人間ですとか、こう、まあ、家族とか身近な人に話したりするんですけど、はい、なんか正式にインタビューっていう形で受けるのは初めてですね。あ、そうなんですね。はい、今日は皆さん、もしかすると三上さんのね、昔のお話をきちんと伺われるのは初めての方も、もしかすると視聴者さんの中にいらっしゃるかもなんですが、三上さんを今日初めて知りましたという方ももしかするといらっしゃるかもしれないということで、三上さん、はい、最初少しだけ過去のご経歴も踏まえまして、自己紹介からお願いしてもいいでしょうか？あ、はい、もちろんです。改めまして、はい、三上良子と申します。現在は東京に住んでおりまして、はい、出身は兵庫県の明石市というところで、まあ、結構田舎ではないかもしれないですけど東京に比べたら、ね、結構落ち着いた場所で住みやすいんですけど、大学4年生から、まあ、ちょっと東京の方でインターンシップをしてたので、もうかれこれ離れて3年ぐらいになりますし、はい、まあ、ちょっと恋しいなと思いながら今いろいろ生活してますね。で、まあ、大学は大阪市立大学の商学部を卒業しておりまして、まあ、研究でしたら、まあ、株式の話ですとか、あと会計とかもやってましたので、今は職業としましてはコーポレートガバナンス領域で、まあ、サステナビリティですとか ESG っていうところは今すごくどの企業も取り組もうと熱い業界ではありますので、まあ、そこでコンサルを行っている会社でアナリスト、リサーチですね、はい、いろいろ研究といいますか、はい、どういった、まあ、それぞれのテーマでどういったこうアップデートがあるのかっていうのを調べたりですとか、まあ、それを現場に還元するとか、まあ、そういったことを主にはしてますね。まあ、ESG、そのサステナビリティにどうして興味を持っていったのかっていうのは、まあ、これからお話をしていくと思うので、まあ、割愛しますが、基本的に今後のキャリアでも、そのサステナビリティというところは自分の軸にしたいと思ってますし、まあ、今までも振り返っても、そうですね、あるところを起点にしてずっとその軸でやってきたなという、はい、気はしますね、というところですね。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、皆さんの中にはもしかするとサステナビリティという言葉でしたりとか、あとは ESG 投資、 ESG と呼ばれる言葉ですね、初めて聞かれた方もいらっしゃるかもしれないですが、ちなみに私は三上さんに教えていただいて ESG を初めて今回知ったんですが、はい、サステナビリティはね、最近それこそ数年、ここ近年ちょくちょく聞くようになってきましたが、持続可能性とも訳されるものですね。企業の持続可能だったりとか、環境の持続可能性だったりとか、サステナビリティ意識した商品を作りましょうとか、時々言葉としては聞かなくもないんですが、実はそれを仕事にされていらっしゃる企業さんがあるんだというのも私は実は初めて知りまして、三上さんが今されていらっしゃいますお仕事というのも、ある種サステナビリティないしは ESG、 こちらの方をこう推進したりとかサーチングしたりとかっていうお仕事に近いんですかね？そうですね、まあ、職種的にはリサーチなので、まあ、なんか現場で、はい、実際に企業のクライアントの方を、まあ、支援するっていうより、
ていうことには直接的には携わってはいないんですけど、どちらかというと、うん、この業界ですごく本当なんというか情報の量がすごいんですよね、はい、非財務情報の開示っていうので今はその枠組みでいろいろこう進んでいるんですけど、はい、まあ、そこでじゃあこう企業には今後どういった開示が求められるのかっていう基準作りがすごい世界国内外で進んでいるので、まあ、それぞれの、まあ、例えば人権問題とか気候変動とか水とか今は生物多様性とか、うん、いろいろあるんですけど、まあ、それぞれがこうどういった基準を盛り込んでくるのかっていうのを調べて、まあ、それを還元することによって現場の方々が、あ、じゃあそれに向けた対策をしないといけないよねってなるので、まあ、そこにクライアントの現場の方々が、まあ、実際に支援をされているというところですね、はい、でそのサステナビリティとか ESG っていうのは、うん、一応定義をお話ししておくと、はい、ぜひぜひ、はい、まあ、一般的にはになりますけど、こう ESG 投資っていう ESG は主にこう企業を評価するときに使われることが多いんですよね。さっきおっしゃっていただいたように、うん、E が環境で、まあ、S が社会で、G がガバナンスなんですけど、うん、それぞれの領域で結構細かい項目を設けて、まあ、ESG の評価機関っていうのが結構あるんですけど、まあ、それぞれの機関が独自のクライテリアを設けて、この企業はE であってすごいよね、S だってすごいねっていうスコアをつけて、それをもとに投資家の機関投資家の方とかがそのスコアをベースに、まあ、ちょっと投資したりとか判断に使ったりするんですよね。その時に ESG 投資って言われることが多いですと。でサステナビリティの方はどちらかというと企業活動にフォーカスした形なんですよね。その企業がサステナビリティの諸課題に対応する際にその企業が行って取り組みだとか活動をサステナビリティ活動っていうことが結構多いので、まあ、ESG を評価するときで、うん、サステナビリティっていうのはどちらかというとこう企業の取り組みだとか具体的なアクションにフォーカスしてないとっていうところのちょっと違いはありますね。で私はすいませんねちょっと長いんですけど、最初は ESG 投資っていう金融機関とか評価側から結構入っていて、まあ、研究とかのテーマでやってたんで、うん、ですけど、うん、やっぱりESG 投資とかそう評価で数値を見るのはいいんですけど、数値が出るまでにはそう企業の取り組みだとかいろんなストーリーがあるので、まあそこにより興味を持ったんですよね。やっぱり実際にどんなことをされているのかっていうのはすごく興味があったので、まあそこをまあ見ていくっていうなんかことを模索していたときに、まあ大学4年生の時にちょっとさっき触れたインターンシップでも参加してたんですけど、まあそこでなんか世界の先進企業とこんなにサステナビリティ活動が進んでるんだって衝撃とともに、すべての企業がやっぱり こういった活動を中心に据える、だからもうそれを当たり前にしてしまえばもう持続可能になるよねっていうのが自分の中で結構腑に落ちたので、まあそこからはもうそこ一本って感じなんですけどね、はい、まあ、なんか同年代というか同年代に比べたらもしかしたら知識はまだあるかもしれないですけど、でもまあすごく今熱い領域なのでまだまだ勉強が必要ですいやーすごいですね。もう今だけでもどうしましょう、もう1時間多分超えるなというのが確実になったぐらい私は気になることがいっぱいあるんですが、いやそれは何やら何からお伺いしよう。でもコロナとかでもだいぶ変わってそうですね。そのいやコロナはすごいいい機会になったと思ってますね。っていうのも、うんうん、なんかコロナって別にサステナビリティだけじゃなくて、はい、今までの状況を変えたところがあるじゃないですか、はい、例えば、ね、前までだったらこうなんだ通勤の時に満員電車とかで問題になっていたのは、うん、リモートが当たり前だからそんなこともないじゃないですか。でも今までってこう生産性が低下するとか、うん、なんかテレワークとかリモートになったら、うん、考えられるその弊害の方に目を向けられていて、でも実際にこうリモートに移らないといけない環境になれば意外にみんな適応してもうそれが当たり前でみたいな、うん、多分コロナ明けてもこのまあ戻る人もいるかもしれないですけど、こうリモートの働き方も全然推奨されるとは思うんですけど、やっぱりそれ無理やり環境を変えられた中で人々がこう適応していく、なんかその能力がまずすごいなと思ったんですよね。で、うん、それも あとですね、そのサステナビリティという文脈で見ると、やっぱりその
諸説ありますけど、まずコロナの発生源っていうのが人じゃない、人のなんか病原菌っていうか、そこら辺が生まれたんじゃなくて、それこそ生物多様性ですとか、そういう他の種のなんか生態系全体のにの中の一つのシステムの既存があって、まあ、そこから発生したみたいな話もあるので、やっぱりサステナビリティを今後考慮していかないと、もう地球が持たないよねっていう見解に至ってる方も、まあ、多いと思うんですよね。だから、まあ、いろんな、なんというかアンケート結果はありますけど、まあ、特に海外とかだと、まあ、日本もかな、昔に比べるとサステナビリティに貢献するというか取り組むことを企業に求めるという割合がすごく高くなってるんですよね。でここも動向を企業の方も見てしっかり対応していかないとすごく遅れると思うんですよね、うん、それこそ10年、とか長期スパンの話なんですけど、サステナビリティって、取り組みの体制をしっかり構築してから取り組ん で、はい、でそのアウトカム、効果が得られるまでって結構時間がかかるんですよね、まあ、ですので今の段階でシフトをしていかないと、まあ、確実に間に合わない、まあ、その規制もそうですけど、まあ、その顧客の手法とかもすぐ変わってたりするかもしれないじゃないですか。読み切れないところがあったりするので、まあ、今後、まあ、そういった全体的な動向から考えても、コロナっていうのはその世界全体がサステナビリティにこうより、うん、舵を切っていた一つのきっかけにはなったと思いますね。いや本当に全てが変わりましたからね。何か価値観やら何から、文化やら、何なら壊れた文化もあるでしょうし、はい、新しくできた文化もあるでしょうし、本当に文明とこうやって作られていくのも、なんかこう感じる部分はあった、まさにコロナですが、おそらくここまで聞かれると、皆さんも、じゃあ ESG 投資をやっている企業さんって、どんなことをやってる企業さんなんだろうとか、よりより詳しく知りたくなった方もいるかもですが、きっとそのお話は、後ほど三上さんの人生のお話の中でも出てくるのではと、期待をしつつ、私も、早速ですね、今この三上さんがなぜこういったサステナビリティ、そして ESG 投資といったところですね、興味を持たれるようになったのか、まあ、生まれた時から持たれていらっしゃったわけではないので、ぜひぜひ、ね、はい、きっかけもお伺いをしていきたいなと思います。そして、もう一点、実は三上さん、今のお仕事をされていらっしゃるだけではなく、FP サテライトさんの方で、ライターさんとしても、はい、兼業もされていらっしゃるということで、うん、ある種新卒、まあ、世の中的に言うとこう2年目に値する代なのかなと思うんですが、はい、その時からこう副業としてもずっと活動されていらっしゃる、そんな生き方にもぜひこの後触れていけたらと思います。早速ですね、ちょっと過去にも遡っていきたいと思うんですが、まず最初、三上さんの人生の転機となられましたのが16歳の高校生の頃ですね、に遡っていきます。三上さん、はい、兵庫県にお住まいだったということなんですが、ここからのお話、ちょっと海外になります。高校2年生の時に初めて海外、そしてオーストラリアとマレーシア語学習、練習されたんですね。あ、そうですね、オーストラリアと、まあ、マレーシアが自分の中での、まあ、初めての、はい、海外へ、まあ、行った先なんですけど、はい、そうですね、それは語学研修で行って、まあ、現地でホームステイさせてもらって、はい、まあ、現地の学校で見てですね、こう一緒に授業を受けたりとかっていうのを、はい、体験する、まあ、2週間程度なんですけど、はい、まあ、なんか一応学校、高校、通っていた高校が国際科で、まあ、結構英語に特化したところだったんですよね。まあ、だからこそ、はいはい、そうなんです。まあ、夏休みにそういった機会があって、まあ、参加したい人は参加するみたいなところで、参加してたんですけど、なんか英語を勉強するっていうのは、まあ、本当に好きで、まあ、英語ももちろん好きだったんですけど、なんかそれは何でしょう、こう、単に、もちろんツールっていうのもありますし、まあ、言語って結構異文化を垣間見るすごく有用なツールだとは思うんですよね。やっぱりそれぞれの言葉によって表現されているものも違いますし、まあ、そういったところにすごい興味があったんですよね。で、まあ、実際にその海外に行って、まあ、なんか自分の中でそういった何でしょう、英語を勉強したいですとか、まあ、文化を学びたいっていうのがベースだったんですけれども、こう実際に
現地 の, あの人と交流したり、まあ、それこそホームステイ先の、まあ、同じ年代の人とこう深く話をしていく中で、なんかその英語の勉強も好きだったんだけれども、どちらかというと義務化みたいな、あのやらなければな、よくあるかもしれない、勉強って。あの普通 の, あの中高生とかやっぱり受験だとかいろいろテストだとかあってやらなければならないっていうのでやってたりすることが多いと思うんですけど、あの現地のオーストラリアの子とかはなんかそれこそ自分が好き、あの音楽とか好きだったらそれに没頭してたりとか、まあ、運動だったらスポーツでもいいんですけど、うん、まあ、すごく自由に生活が生きていて、なんか私ってなんかすごく視野が狭かったなってその時思ったんですよね。なんかこう人からの言葉ですとか環境ですとかそういったところの何でしょう、あの自分であまり思考せずに、あのレールではないんですけれども、なんか自分の中で自分の道を決めてしまっていて、なんかあの、うん、本当に広がりがなかったなっていうのをすごく反省したんですよね。でその時の、うん、なんかその視野、自分の中での視野の広がりっていうのは個人的にすごく大きくって、なんか海外って、まあ、別に日本のいいところももちろん一緒にこう分かったりもするんですけど、なんかもっとこう自分の知らないことを知りたいなとその時から思うようになったんですよね。でその後に、うん、まあ、大学とかでね、あの10カ国ぐらい行ったりしたんですけど、本当に好きになって、はいはい、だから海外っていうのは一つ自分の要素の一つじゃないですね、はい、その時から。あ、そうなんですね。もうじゃあそのきっかけを機に行動自体も変わっていかれた部分があったんですか？いや、行動もそうですけど思考が変わったんです。まあ、だから思考が変わって行動が変わったら確かに行動が変わったかもしれないですね。はい、とは言ってもやっぱり、うん、とは言ってもそう高2なんで書いてる受験とかあります。うん、間違いないですから外られたわけではないんですけど、はい、あの、なんと言いますか。それこそ高校生の時はね、あんまり度胸はないというか、とりあえず受験でいい大学に行きたいって、いい大学、まあ、大学に行くっていうのはこうあるじゃないですか、みんなに、はい、目標が。まあ、それは普通にやってたんですけど、うん、あ、はい、オープンになったとは思います、人として。やっぱり、そうなんですか。ね、これまではこう、例えばこう交流する人限定してるとか、なんかあの、うん、日々一緒の生活を送ってるとか、そういうのはあったと思うんですけど、うん、よりこう何かを知りたいとか、うん、こう好奇心を持つようになって、なんかまあ全然こう何でしょう、授業の時に気になったことはすごい積極的に聞くとか、うん、全然知らない人と交流したりするとか、なんか社交的オープンになった一つのきっかけではあった気はしますね。マイナーチェンジですけど、うんうん、何かある種三上さんのこうもっと知りたいとか、今のうちにもっと生き生きと生きたいとか、何かこう考え方っていうのが変わっていかれたってことなんですかね。うん、考え方すごく変わりましたよ。やっぱりあの社会問題に当時から興味はあったんですけどね、うん、高校時代からなんかパレスチナ問題とか、はい、すごい調べたりとか授業の一環であったんですけど、うん、なんかそういったこう世界の出来事っていうのがやっぱり自分にすごく関係している、まあ、関係しているというか自分事ができるようになった、それは海外に行ったっていう研究はすごく大きかったと思いますね。うん、身近なものに寄りなっていったというか、うん、だからこそ今のサステナビリティですとか、まあ、ESG っていうのも割と、あの外でみたいな話があったりするんだね。でも日本でなんか本当に問題あるのかみたいな。でもやっぱり世界で目を向けるとそういったなんか環境問題とか、その地域コミュニティが、まあ、企業数だけじゃないんですけど、もちろんその活動によって、はい、まあ、気候システムを変えられたことによって、周り巡り巡ってこうインパクトが与えられて、で今こう、うん、いろいろなんか問題が起きているっていうのがあったりするので、うん、まあ、それってだから私たち の, あの一つ一つの購入の、なんか購買、うん、購買行動もそうですし、なんかどういった企業に投資をするっていうのは、私たち年金とかあの、はい、運用されてるじゃないですか。だからそういった私たちが出している、うん、その預貯金とかも含めて、その出してるお金がどこに使われてるかっていうのすごく大事なんですよね。それが巡り巡って結局誰かを傷つけたりしてることになってるわけですから、だからそういう、こう全体像をあの、まあ、知ったのももちろん大学とか入ってからですけど、あ、その前に、あ、世界で起こっていることをなんかほっとけないっていう、なんか強い使命感じゃないんですけど、何かしなければっていうのは、はい、その外に目を向けるようになってからもからすごく強まった気は、はい、
しますね。なるほど。いや、本当により広い視点で見つつ、なんかで自分の小さな行為っていうのも周りもらって全部誰かに返ってきたりとか自分に返ってきたりとかするっていうのがなんとなくであれ漠然とでも何かこう興味を持たれ始めたのはもう高校の頃からだったんですね。そうですね、そうだと思いますね。まあ、そこの当時は社会課題とかが中心でしたけど、企業とかも入ってないんですけど。はい、はい、もうよりそうなってくるとそれこそ当時の描かれてた夢だったりですとか、あと大学選ぶときにね、何かこういろいろ考えて選ばれてそうですが、大学ってこう何を基準に選ばれたんですか？そうですね、まあなんか、大学の話をするとちょっと難しいんですけど、まず、はい、高校あれじゃないですか、やっぱり英語がすごい自分の得意なのやってみたいっていうのを選んで、その英語の道に行くっていうのもあったんですよ。英語の道とか、はい、英語の専攻してる、英語は専攻の学科とかも結構あると思うんで、それも確かに一つの選択肢だったんですけど、まあ、自分の中ではやっぱ経済とか、あのお金の流れっていうのを知りたかったんですよね。まあ、その時の勝手なキャリアに対する考え方なんですけど、なんかこう英語だけ勉強していたらなんか自分の世界が広がらないっていうか、なんかできることが限られてしまうんじゃないかって思っちゃったんですよね。でそれこそ今ってこう何でしょう、あの他の言語がもう機械翻訳されて、なんかになんかもうそれを使ってしまえばなんかもう勉強する必要ないんじゃないかって言われていたりとかすると思うんですけど、まあそれも一つあると思うんですよね。まあ、もちろん自分で理解できた方がいいとは思うんで、好きなのやったらいいとは思うんですけど、ただその英語だけ語学だけに絞っていると、なんか本当に自分がしたいと思うことができるのか、それこそ社会への貢献、大きなインパクトって考えた時に、って思って、やっぱり経済のことを学びたい、だからまあ経済学部か商学部とか、まあそのもう実際にこうお金がどう回ってるのかっていうところにすごく興味があって、まあ、商学部を選んだんですよね、大阪市立大学を。はい、まあ、それはあれなんですよ、大阪市立大学が私の母親 の, あの実家というか、ね、近くて、なんかその、その母親が結構その大学やっぱいいとか、はい、その何でしょう、知ってる方が親も安心っていうのはあると思うんですよね。まあ、そういう件とかもいろいろ考慮して、まあ、何でしょう、あの神戸大、神戸大一橋大学、大阪市大学ってこう商学部とか経済学部って結構あの経営学、あの三商大って言われてたりして、まあ、割とあのビジネスの会計の世界とか、あの商学部の中では割と有名だったので、まあいいのかなと思って選んだって、そんな大した理由じゃないんですけどね。いえいえ、はい、ある種その時はお金の流れというものにそれこそ高校時代は興味があり、うん、なんかこれちょっと面白い話があって、あの、そのお金にじゃあなんで興味を持ったのかっていう根本の話があるんですけど、これはもっと昔に遡って、小学生とかあの幼稚園の時のなんか夢なんですけど、めちゃくちゃ変で、あの、その一緒に、まあ、母よりもいいですけど、こうスーパーに行くじゃないですか。はい、で、まあ、そのいろいろこう物を購入して、レジにこうピピピと通して、で、まあ、最終的にお金を支払いますと。で、なんか私、子供だったんで、本当に何も知らなくて、その、出したお金が全部レジの担当の人が入ると思ってたんですね。横領ですね。本当になんか、なんかすごい職だなって、なんか勝手に思ってて。いいなって。勝手になんか、なんかレジの人になりたい、なんかレジのおばさんになりたいとかって昔言ったんですよね。だからそれぐらいになんかお金にちょっと興味があったんですよね、昔から。普通でもそんなこと見ないと思うんですよね、子供って。でもなんか私はお金になんかその時からちょっと価値を感じていたのかわからないですけど、やっぱりそれをなんかまあまあなんというか、年を経ていくとそんなことがないってのも分かってくると思うんですけど、そのお金ってどう回ってるんだろうとか、もっとこう全体的な視点に移って、あの社会へのお金の巡りに多分興味持ったんだろうなっていうのを思います。だからそこはちょっと論理的に説明するのは難しいんですけど、なんかお金に興味はあったみたいですね、昔から。なぜかご自身の行為に対してこれがどうなっていくのかとかを興味があったってことですね、小さい頃から。変なあれですけどね、視点ですけどね。いや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 、
全然小さい頃になぜかそう思われた瞬間がきっとあって、うん、いやでもそれがねまさに今にも続いているっていうのもなかなか面白い、本当に現代点で大事だなというところですが、そして、まあ、ある種この後の、はい、お話も高校の時に海外に行かれたということがまたつながってくるんですが、大学ですね、先ほどの理由で進学をされました大学1年生の夏休みには、うん、今度はベトナムの方にホーチミンですね、はいはい、行かれていらっしゃるということで、ここもなかなか大きな経験だったそうなんですが、こちらベトナムホーチミンはこれは何がきっかけで行かれたんですか？これはですね、大学時代にアイセックっていうなんか、はい、はい、世界される団体があるんですけど、うん、まあ、そこに 入ってたんですよね。で、はい、なんか当時っていうか、参加するためには一定条件がいるんですよ。語学のスコア取ってないといけないとか。で、そうなんですか、うん、そうなんです。で、まあ、私、英語学科だったっていうのもあって、そのスコアあったんですよね。で、うん、だからまあ、他の同じ学年で入った子とかは、もちろん一回こう英語の試験というか、勉強挟んでから、取ってからまあ行くっていうのが多かったりしたんですけど、うん、私はその、じゃあ機会が、まあ、チャンスがあるなら、もうぜひ行きますっていうので、そのアイセックに入って、そういう、なんでしょう、そのチャンスがあるっていうのを知って、もうすぐに行くっていうのを決断したんですよね。で、まあ、なぜその、うん、ベトナムホーチミンにしたのかっていうところは、その当時は、すごい貧、まあなんかこれ、英語なんであんまり使いたくないんですけど、その貧困層っていうか、なんか生活に困窮している方たちが、どんな生活を送っているというか、そういう方たちに対してこう何か貢献できないかって思いがすごく強くて、で、その解決手段の一つとして、やっぱり教育ってすごく言われてるじゃないですか。貧困の再生産を止めるためには、やっぱりこう、子どもがね、こう、やっぱり、教育が必要っていうのはあるので、じゃあ、まあ、自分が英語もやっていたし、今後国際社会によってね、やっぱり使えるようになると思うので、英語の教育で何か貢献できないのかなっていうので、なんかまあいろいろそういうオプチュニティって世界いっぱいあるんですけど、なんかベトナムの国民性とかにもちょっと興味があって、あそこすごいなんだ、ベトナム戦争とかの影響もあって平均年齢すごい低いんですよね、全体的に。だから、うん、すごい活気のあるすごい成長仕掛けの国で、で、まあ、東南アジアにも行ってみたいっていうのもありましたし、で、まあ、かつちょっとそこの何と言いますか、数が空いていたっていうので、じゃあ行ってみようっていうので、大学1年生の夏休みに単身です、うん、1人でなんですよこれ。そうそう、1人で。あ、そうなんですか。はいはい、で1人で行った、初めての海外、1人で行った海外ですね。なかなか、しかも長期間行かれましたね、6週間となると。そうですね、当時18歳だったと思うんですけど、はい、で、ベトナムホーチミン1人で行って6ヶ月で、うん、本当にきつかったんですよね。きつかったっていうのは、うん、大変だったんですよ。なんか、うんうんうん、やっぱり日本の環境に慣れてるじゃないですか、そもそも、うん、で、今までそのオーストラリアとかマレーシアとかイギリスも行ってたんですけど、なんかその時々ってホストをしてくれる家族がちゃんとしてるんで、まあ、ちゃんとしてってあれですけど、環境を整えてくれてるんで、なんか何不自由なく生活できたっていうか、うん、だから海外はなんかその生活面に関してはあんまり意識したことなかったんですけど、こうベトナムに行ってですね、結構、まあ、衛生面だとか、なんかそれこそ何でしょう、居住空間とかいろいろ問題があって、なんか自分が教育する云々の前に、なんかもう自分の生活が大変っていうところで最初直面して、いや本当に例えば寝るところとか、なんかもう何薄いなんか雑誌なんていうのかな、なんか引いてシートみたいな、その上に寝るんですよ。マットレスとかもなくて、でかつ空調とかもないんで、めちゃくちゃ蒸し暑い中で、しかもなんかそこら辺で虫とかいたりしますし、そういう中で生活するっていうことにまず乗り越える一つのハードルがあったんですよね、そこに。でもう一つ大変だったのは、日本人が一人しかいないんですよ。で、はい、それってプログラムなんで、いろんな国からたくさんの人が来るんですけど、うん、多国籍なんですよ。で、私がいた時は、
アジアの人もちょっといて、なんかやっぱりアジアの方とはちょっとこう、うん、距離感が近いっていうか、なんとなく通ずるところがあるんで、なんかこう、うん、違和感が話せるところがあったんですけど、ちょっとこうプログラムもこう時を経るとだんだん入れ替わりが発生するので、うん、私がいなあ来て1週間とか2週間ぐらい経つと、もう大半がヨーロッパ人になっちゃって、うん、スロバキアとかオランダとかフランスとかドイツとか、なんかそこら辺の人になっちゃって、うん、もちろんやっぱりこう英会話のスピードも上がりますし、アクセントもすぐバラバラだし、はい、私ってなんかやっぱアメリカンの英語しか、教育大体そうだと思うんですけど、しか慣れてなくて、うん、いや、これは分からない、何を言ってるんだっていう状況とかも続いて、でかつ、一人だからこう頼れる人もいないっていうので、なんか本当に精神的に次追い詰められたんですよね。だから最初、身体的に追い詰められて、精神的に追い詰められて、なんかもう、中間地点だよ、ズタボロみたいな感じで、何度も帰国とかなんか考えたんですけど、はい、なんかここでやっぱり負けるっていうか、うん、戻っちゃうと、それこそ本来の目的ってベトナムの方々に何か還元したいって思いで来てるわけじゃないですか、還元で貢献したいっていう、うん、のになんか自分の生活でこんなにいっぱいになると思ってなかったっていう、なんか情けなさが出てきて、うん、でもこれだったらやっぱりダメだよね、やっぱり何か残していかないとなっていうのをなんか吹っ切れて途中で、うん、なんかそう吹っ切れたっていうのは結構、うん、今後のなんかその帰ってきてからもですね、なんか精神的に強くなったなとは思ってるんですけど、なんかそれ以降はなんかヨーロッパの方とかから何かお誘いとか起きるんですよ、いっぱいなんか飲みに行こうとか旅行こうとか私とか自分の都合自分のちょっと都合とかあったら断ってたりしてたんですけど、うん、なんかやっぱり社交性っていうか、そういう、うん、なんていうか交わりとか交流の中から生まれてくるこう絆じゃないですけど、こうあるじゃないですか、やっぱり関係性っていうか、うん、やっぱりそこをこう自分で構築していかないと、もう頼りもクソもないなと思って、でそこからちょっと行動が変わって、もう何でもなんか OKOK みたいな、なんかもうネタでもなんかどんなキャラでもいいから、とりあえず親しめるように、うん、なんか自分のなんかキャラクターをちょっと変えて、まあ、ちょっと住む場所、本当アレルギー、実はアレルギー体質なんで、ちょっと本当にやばかったので、途中からまあ変えたんですけど、まあ、それからはもう変えていかないとなっていうので、行動も変えて、うん、で最終的には教育もちゃんとできるようになって、日本語も教えてたんですけど、全体を振り返ると、まあ、何かしら残せたのかなとは思ってますけど、うん、散々でしたよ、自分の中で。じゃあもうこの経験を例えば今になってこう振り返って一言で名付けるなれば、もう強くなれた経験みたいな感じですか？うん、そうですね。なんかもう人間ってなんかその何でしょう、環境を変えることでやっぱりそう、うん、適応していかないといけないじゃないですか、絶対。そうですね。はい。そこの力をすごくつけられたなとは思います。だから、うん、それ以降そのいろんな海外の国とか行ったりしてたんですけど、なんか両方は適応能力が高いねとかって言われるようになりましたね。すごい変化ですね。そうですね。これは結構大事だと思います。普通に社会で生きていく上でも、やっぱり、まあ、いろんな環境にこう、対応していくっていうのは結構、うん、いいスキルかなっていうのを。間違いないですね。はい。本当にまさにそうだと思いますし、でもここでまたね、ベトナムというまたオーストラリアとは少し違った、まあ、かなりね、違う部分はあったかもしれないですが、また違う世界、環境、より視野が広がった状態の、それこそ状態でいらっしゃる中でですね、三上さんが今度、まあ、ある種大学生活の中でもたくさんいろいろなことを経験されていかれる中で、再び ISEC といいます、先ほど出てきました団体ですね、はいはい、での活動の中で、いよいよ皆さん、ESG、そしてサステナビリティと、まあ、ある種、三上さんが出会うという人が入ります。はいはいはい、これでも大学生の時に ESG、サステナビリティという表現というか、活動を知るってなかなかない機会だなと思うんですが、うん、何がきっかけで知ったんですか？そうですね、これはすごくその、つないでくれた方に感謝してるんですけど、ISEC に所属をして活動していた時に、うんうん、まあ、財務の担当と外部関係っていう、そのアルムナイとか、うんうん、寄付するような方をこう、なんていうか、うん、管理じゃないんですけど、まあ、統括するみたいなポジションをやってたんですよ。で、
その関係で、まあ、アルムナイの方とやっぱりこう会話じゃないですけど、こうお会いしたりですとか、うん、こう情報もらうことも結構多くて、うん、でか、まあ、かわいがってもらってるまでは言わないですけど、いろいろこう提供、機会の提供があったんですよね。でその中の一つに、うん、まあ、ちょっとわからないので会社名は出さないんですけど、うん、まあ、ある大手のメーカーで働かれてるなんかそのアルムナイの方がいらっしゃって、うん、でその方が最近なんかすごくそれ私は一応商学部にいたので、その会計だとか、うん、財務の方はすごく勉強していたんですけれども、その非財務の方でやっぱりこうどう開示していくかっていうところが注目されるっていうか、企業によってそういうのすごい取り組んでるところがあるんだよっていうのをちょっと教えてもらって、でその方が、その会社の、CSR 支図長であった国際弁護士の方だと思うんですけど、まあ、その方とちょっと会話っていうかお話しする機会をいただいたんですよね。で、でその時に私初めて ESG 投資のことを説明受けたんですね。でその方は当時って2019とかかなだと思う、8かな、8とかだったんで、なんというかまだ取り組んでる企業も投資家も少ない、だからそこに意識を向けてるとかすごい少ないっていう状況だったんですけど、そこの企業はすごく先進していて、どちらかというとだからその社長の方もすごい状況を踏まえていろいろ説明してくれて、でその方が言うにはまあ、財務はもちろん大事なんだけれども、そのプレ財務になるんですよね、やっぱり非財務っていうのは。だからその財務の結果を作り出す元になるので、やっぱりそのプレ財務とか非財務っていうのをこう投資家の方ですとかしっかり外に開示していくことで、中長期的な目線で企業が持続可能に経営をすることができるようになるんですよっていうのを聞いたんですよね。で当時はそれこそ本当に投資家からの理解を得るのが結構難しかったみたいなんですよね。特に多分日本とかってまだそんなに主流じゃなくて、GPIF とかちょっとあれですけど、 GPIF が2015年に PRI っていう責任投資原則かなに署名をして、まあ、そこはちょっとこうモメンタムが来たんですけど、ただ本当に本格化しだしたのは2020年前後とかだと思うんで、まだ当時は認識が薄かったんですよね、投資家側でも。でもその方は、なんか今後やっぱり、今後じゃないんですけど、そのメーカーの何でしょう、ビジョンとかミッションっていうところにも、うん、社会に対してのその貢献ですとか、やっぱりこう人々の生活豊かにみたいなところがあったので、うん、まあ、そことこう、紐づきますよねと、その財務を高めるためには、非財務の方に取り組まなければならない。その理屈というか、ストーリーを分かってもらうために自分は訴求活動を行っている投資家に対してっていうので、うん、いろいろ活動されているっていうのを初めてお伺いしたんですよ。でその時からまず、うん、ESG 投資っていうのがあるんだっていうのを知って、うん、で当時、まあ、そのもしかしたら質問続けられるかもしれないですけど、その後、うん、大学3年生の時にゼミ、まあ、大体の、はい、ゼミがあって、まあ、そこでやっぱり株式投資になんか興味があって、で別に ESG の研究をするつもりはなかったんですけど、ただその、うん、どうしても ESG 投資が今後主流になってくると、割安株とかその企業価値が安く見積まれているところに投資をするっていう手法はなんか一般的にそのゼミでは従来研究されてた対象だったんですけど、そうじゃなくて多分今後は ESG 投資っていうのがすごく大きくなってくるんだよっていうのをみんなに話したら、じゃあそれについて研究してみな、うん、してみようよ、すごい、はい、巻き込んで、当時ゼミ長だったんですよ、はいはい、でみんな巻き込んで、まあ、書いたら結果的にはな 学部内で最優秀賞もらったみたいな感じなんですけどいやすごいですよ。しかも誰もそれ知らなかったんですもんね、 ESG 投資というもの、はい、当時教授ですらっていうかあれなんですよ、うん、そもそも学校内で教えられてないんですよ、新しい概念だったんで。あ、うん、なるほど。私多分そういうのにすごく興味があるんですよね。なんかまあ、もちろんその先進的な内容も入れられて授業とかされてると思いますけど、やっぱり企業の方の方がもっと最前線のこと知ってるんじゃないですか。そうですね、間違いないですね。その方々の何て言いますか、意見というか、はい、今触れているその現状環境を、アルムナイの方から聞けたっていうのは自分の中ですごく大きかった。
本当に感謝してますね。でもそこまでのめり込む、まあ、ゼミの皆さんを巻き込んでまでものめり込むぐらい ESG 投資、そしてサステナビリティというもののどこに面白みを感じましたか当時。そうですよね。だからそれが結局、うん、自分がもともと海外とか社会課題とかに問題を持っているっていうところにすごく関係するんですよね。ESG とかサステナビリティって結局は社会課題にアプローチしてるんですよ。そうですね、うん、はい。で私はその昔その社会課題と興味を持ってた時はどちらかというとこう政策だとか何でしょう、うん、パブリックサイド寄りの問題かなと思ったんですよ。普通考えてそうじゃないですか、うん、社会問題って。だけれどもなんか SDGs が策定されてからですね、2015年ぐらいからやっぱりその風向きが変わってきて、企業とかビジネスサイドでもしっかり取り組んでいかないといけないと、うん、でそれが、うん、今後企業活性につながってくるっていうことがだん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 共通認識を取られてきたと、うんでうんうん、そういう社会課題にじゃあ貢献できるで、かつそのインパクトが違うじゃないですか、一人で何かをするっていう場合と、うん、企業が何かその社会課題に対してアプローチを行う、その時のところの方が絶対大きいなと思ったんで、うん、より企業がじゃあどう社会課題に貢献し、かつ企業価値も高めていくのか、ここがすごく面白いと思ったんですよ。なんか、うん、授業で財務とかって聞いてるときってなんか、うん、まあ確かにその会計的な仕組みは面白いっちゃ面白いんですけど、うん、なんというか自分の中ではあんまりなんか楽しいって思わなくて、いや理解はしておくべきだと思うんですよね、最低限の知識として。企業で会計とか経済っていうのはすごく知識としているので、その点では良かったんですけど、ただそれだけでは、うん、やっぱ短期的になっちゃうんですよね、うん、なんかその ROE を上げようとかっていうのにも、なんかその会計だからちょっといじくってみたいなまあそれは良くないけど、うん、そしてこれなのとかって結局なんか四半期ごとの開示が求められていたりとか、株主側だからその投資をする側が短期的な成果を求めてるっていう背景がすごくあったんですよね、うん、だからいや今後は中長期の目線に変えていって、そのレジリエンスを高める、うん、その企業の、うん、企業もそうですし社会自体の地球自体を高めていかないと、うん、もう太刀打ちいかなくなるよなっていうのがこう腑に落ちた時に、あもうこれしかないなって思いましたね、自分の中で。この時ももうよりより一層ご自身の周りだけではなくてより広い観点で考えた時に、うんうん、今やっとくべきだと、うん、そうですね、なんか私って結構それはあるかもしれないです。なんか、うん、昔そのやっぱ海外が一つのきっかけになって、うん、よりこう視野を広げようと、よりこう世界を広く見ようと、やっぱそういう意識が変わってから社会課題にすごく興味を持つようになりましたし、その、まあ、ESG とかサステナビリティでも一つの企業活動というよりも、まあ、個々の取り組みも大事なんですけど、それぞれのテーマってコラボレーションだとか、それこそ消費者とパブリックとビジネスと、うん、あと NGO と か, なんかいろんな関係者が関わって取り組んでいかないと絶対解決されないので、うん、なんかそういう視点が結構昔から強く、うん、でかつそのサステナビリティとかの概念に会った時に、あもう絶対そうだなっていう確信に変わったね、昔からの思考とその当時のなんか合致した、うん、その当時なんかこう知ったことを合致したっていうのはあると思いますね。まさにですね、こう昔からの出来事何し特徴っていうのがつながっていって、でもそこから20歳の時の経験をされたESG そしてサステナビリティというものを知られた後ですね、ここからどんどん行動がまた伴っていくわけなんですが、大学4年生の時には今度は今のちょっとお仕事にもつながるかもしれないですが、はい、サステナビリティコンサル企業でインターンシップをされるというまた新たな経験をされるわけなんですが、はい、このサステナビリティコンサル企業っていうのがなかなか私が馴染みがなくてなんだと思うんですが、これは何、今に本当に業務に近しいことをされてらっしゃったってことですか。もうほとんどそうですね、今とあんまり変わらないですけど、そうで、ちょっと先ほど触れたかもしれないですけど、ESG 投資とか評価側っていうのは数字しか見えないですと。うんうんうん、で、やっぱり それぞれ企業がどんな取り組みをしているのか、中の方に興味があったので、より具体的なことを知りたいと思ったんですよね。で、うん、授業では教えてくれない、そういう科目も当時はなかったので、知れないと。じゃあ、何かこう、そういうインターンとかが一つの手段になるかなと思って、まあ、いろいろ探しているときに、うん、
それ東京だったんですけど、まあ、結構世界的なとか、まあ、有名なあの外資系のコンサルの、まあ、一つの何と言いますか会社がそのサステナビリティに特化したところで、まあ、そこ結構常時インターンシップを募集していたので、まあ、そこでちょっと経験というかいろいろ勉強したいなと思って参加を決めたんですよね。で、そこでやっていたことはまあその時もリサーチばっかりしてたんですけど、企業が出しているアニュアルレポートとかサステナビリティレポートっていうのがあるんですけど、大体200とか100ページとか企業によってまちまちなんですけど、そこの情報、そこで開示されている情報のケーススタディをするっていうのを主にやっていて、いや面白そう。被災務情報、それぞれのテーマでどんな KPI とか指標とか、取り組みが行われているのかっていうのを、先進企業、まあ、当時20ちょっととかだったと思いますけど、まあ、その企業から全部取ってくるみたいな作業をして、でそれを、まあ、サマリーとか作るのはさすがに何ていうか、はい、コンサルの方がやられてたんで私特にしないんですけど、まあ、それ生のデータを触ってたっていうのはすごく大きいんですよね、自分の中で。だいたい今でも何か先進企業でだいたいこういう企業でだいたいこんな取り組みやっていて、開示としてこういうふうに出しているっていうのもこういうとこから取ってきたらいいのかなっていうのが何となく検討がつくようになったんですよね、その経験を経て。これはインターンの中で得たすごく大きな財産っていうかいい経験だったなっていうのを個人的に思っていて、でまあ他は、そうですね、まあ、オイルセクターとかオイルガスセクターとかがやっぱり当時は投資から撤退、投資撤退とかを考えている金融機関も結構やっぱ多かったので、まあ、その原則どうするかとか、オイルガスセクターを、なんか評価するためにはどんな指標を使われているのかとか、まあ、やっぱりリサーチ面ですね、はい、そういうのをして、もうバババババと、まあ、パープルが作ってみたいなことをして、それは今でも、はい、だから生きてますし、今でも大体そんな感じの仕事はしてると思いますね。そういうオイルだったりとか、まあ、いわゆる地球温暖化みたいなのもそんな大きな括りではなくて、本当にいろんな ESG 投資なしサステナビリティの活動っていうのがあるんですね、各企業さん。すごいありますよ。で、なんか企業の取り組みるときは、どちらかというと、テーマ別っていうより、多分セクター別で見ることの方が多くて、今だったらやっぱりファッションとか、サプライの人権問題もありますし、やっぱりゴミの問題もありますし、すごい水の利用量もすごい多いんですよね、ファッションって。だから、そこをどうマネジメントしていくかっていうのは、すごい議論されていますし、まあ、単純にプラスチックの問題もすごく今出てますし、あとその例えば気候変動とかって、なんか全ての企業に適用できるっていうか対象になるんですよ。CO2 排出っていうのはどこでもこう同じようにか、計算できるんでいいんですけど、例えば3月とかにですね、その自然資本に関する情報開示っていうのも出てるんですけど、タスクフォースがありまして、それで、なんか出されたものですとか、その生物多様性になってくると、自然資本とかって土地によって特性が変わるんですよ。だからその場所では生物多様性の価値がすごく高いんだけれども、他のところでは、はい、まあ、そのホットスポットとかに比べたら、まあそれほどかなみたいなところもあったりして、だからその、なんでしょう、単純にこの取り組みをこれだけやればいいっていう具体的な指標を作るっていう結構難しかったりして、だからそういう意味ではセクターとテーマでこうマトリックスを作って、だいたいこのセクターではこういうテーマに対してこんな取り組みをするべきみたいな、なんとなく業界水準みたいなのもあるんですよね。ですので ESG とかサステナビリティってこう大きく見てもだいたい今はそんな風に分けられ分類されて取り組まれているような気がします。ただ今後はそういう分け方だけじゃなくて、環境問題で特に社会問題もそうなんですけど、それぞれが連関してるんですよね。一つの問題、システムの問題なので、全体的なシステムの一つがやっぱり何か機能不全を起こしてしまうと他にももちろん影響いくじゃないですか。ってなると、はい、そこだけを解決したらいいって問題じゃなくて、全体のシステムでアプローチしていかないと思います。だからそのシステミックリスクとか言われてるんですけど、だからそういう全体的なアプローチがより今後はより求められる
です、うんうん、だから情報の開示のあり方もよりストーリー性ナラティブとかって言うんですけど、うん、じゃあそのそれぞれのテーマがどう紐づいて、で最終的にはもちろん企業なのか企業価値につながるのか、そこまでに関してちゃんとマネジメントできている企業は先進企業 でそれをちゃんとしてサステナビリティ活動と私は思うんですけどね。いや本当にまさにもう全部自分ごと化ですね。もう全部回り回ってきますね本当に本当にそうですよ、はい、遠い企業のこととか遠い国のことだと思ってる場合じゃないというか。あそうですそうです、自分もなんか加担してる、うん、あその、うん、そうですね、思った方がいいです、うん、基本的には間違いないですね。生きてるだけで絶対何かしら行動はしていくので人もう回ってそうですそうです、うん、環境とか社会とかによりいいことをできた方がいいじゃないですか。確かに確かにどうしていやでもそこまでのご経験を大学でされていらっしゃったとなると、もうそれこそ三上さんの当時のある種将来の夢、うん、まあ、就職活動にも関わってくるかもしれないですが、当時こんなことをしたいと思ってた将来の仕事でとかってあるんですか。はい、あ当時はですね、うん、そのなんか、まあ、ライフログかな、そのポイントポイントの表示の中で、はい、新卒1年目とかだいぶ下に下げてたと思うんですけど、うんうんうん、あのですね、うん、大学4年生の時にインターンシップしました。うんで、いろいろこう経験をして、自分の中でも知っていろいろ、うんうん、まあ、人並みといいますか、まあ、知識はついたかなっていうのを思って、その時に考えたことは、うん、次またその ESG の評価で数値的なことを知りました。で、うん、サステナビリティのインターンで、大体サステナビリティの取り組みってこういうのがあるのだっていうのを知りました。じゃあ、自分が企業側、事業会社サイドに行ったら、どんな取り組みができるのかに興味があったんですよ。なるほど。事業会社でのサステナビリティを自分の手でやってみたいっていうのがすごく強かったんですよね。で、当時、まあ、今はちょっと変わってるかもしれないんですけど、当時サステナビリティの枠で採用とかほぼないんですよ、もちろん。いやー、どうやって探すんだって感じでもありそうです、ね。ないじゃないですか、普通に。で、まあ、大きい会社ならもちろんそうですし、まあ、それもちょっと問題、まあ、まあ、それは置いといて、だから、こう、自分が、なんでしょう、その、もちろん大きな枠組みでこの企業はサステナビリティの貢献がすごいから、なんか自分もそれに貢献できると思って、なんか営業職とか一般職、総合職とかっていう考えにはいかなくて、やっぱりその自分が直接サステナビリティに関することをしたかったんですよね。だからそれが実現できる会社を探していた時に、まあ、ちょっとインターンシップと前後するインターンシップを開設する前に出会っていた企業があって、そこはちょっとベンチャーだったんですけど、 IT ベンチャーで、その社長が CSV っていう、競争価値の創造だと思いますけど、それを、はい、企業理念としている方で、まあ、そこで自分はこういうことをしたいんだっていうなんか思いとか、なんかこう考えとかを伝えたら、なんか自分もその今後ね、投資じゃないと上場、IPO とかしたときに、株主のマーケティングをしたいんだと。そういったインパクト関連の指標を出すことによって投資家サイドでどんなことが生まれるのかにすごい興味があると。だからそこでのリサーチ職にすごく求められていたというかニーズがあって、私もそれがしたいというのがあって、マッチングしてそこに就職するって決めたんですよね、私は。だから、まあ、実は言うと多分ちゃんとした就職活動は私あんまりしてなくて、まあ、それが良いのか悪いのかちょっと置いておいてですね、まあ、当時見れる範囲ではいろいろ見て、まあ、そこで結構合致してニーズとあるんじゃないかとかが、うんうん、で、ね、あじゃあここだと思ってインターネット経験積んで、で4月から新入社員として入って、さらに卒論とかインパクト系のことやってたんですけど、まあ、それを経て4月から入って実際にやっていくっていうことを、はい、まあしたんですよね。で、うんうんうん、ちょっとその会社の話しますけど、なんでそのじゃあモチベーションというか幸福度がこう下の方にまで下がってたのかっていう話になりますけど、入ったまなしになんか事業再編というか組織再編があって、当時200弱ぐらい社員数いたんですけど、一部の事業っていうか主幹だった事業を売却したんですよ。だから社員数50人ぐらいになったんですよね、一気に。でその私がそのだから採用というか、
内定がもらった時って状況違うじゃないですか。私これなんか新卒採用にすごく問題あるなと思ってるんですけど、転職と違ってあのタイムラグがあるんで、でなんか上下違うっていうのになって、でまずそこでなんか、うん、えってなるじゃないですか。違うんですね。まあでもとは言ってもやっぱ会社都合とかあるんで、まあ、うん、本当に入社2ヶ月目とかだと思うんですけど、すごいな、うん、なかなかすごいんですよ。で、うん、まあでも仕方ないなと思って自分なりにやれることだから、その分野のことを自分で学んできたこととかやってきたことを必死にやり続けてたんですけど、うん、まあ、もう一つ問題というか、まあ、ちょっとうーんって思っていたのは、本当に結構自分一人でやるっていう環境だったんですよ、新卒なのに、うん、なんかそれ任せてくれたっていうことは確かにありがたい、嬉しいっていうのはあるんですけど、はい、やっぱりこ の, あの分野って本当に情報量も多いですし、それこそいろんな、その最初も言ったんですけど、いろんなあのステークホルダーの人が関わってやっていて、行くからこそ生まれていくっていうものはありますし、なんか自分一人でできることって限られてるじゃないですか、うん、で、うんうんうん、まあ、その点においては自分ももしかしたら積極的に出ていけと、まあ、いう意見もあるかもしれないですけど、新卒の人からしたらそれ難しいんですよ、やっぱり人脈もないのに、あ、そうですよね、知識もそんなにないのに、こうどう展開していくのかっていうところの導きがすごく少なかったんですよね、うん、で、まあ、それはある程度は予想してたんですけど、ベンチャーですしね、自分でやっていかないといけないっていうのは、ただ、うん、まあ、外資も経てあのベンチャーに来た時に、なんか自分の外資の方が合ってたのかなとか、まあ、思う節があったんですよね、まあ、いろいろこう職場環境とかもいろいろ比較した時に、なるほど、っていうのも、うん、まあ、2つ目にあって、で、まあ、最後にちょっと決定的だったのは、うん、まあ、なんかその自分がやっぱりやりたいと思っていたことができないっていう、その最初ってそういうインパクト指標とかインパクト評価に関する情報を開示することによって、まあ、どんな影響があるのか外部に対してっていうのを、じゃあ実証実験したら面白いんじゃないかっていう話をしていたのに、まずその IPO とかの話がもう白紙じゃないですか、50人になった時点で、まあ、仕方ないと仕方ないんですけど、じゃあなんか私が最初想定してたことはできないよねってなった時に、まあ、じゃあなんかこのままでいいのかなってやっぱりキャリアをもう一回考えることになったんですよね。で、まあ、考えたときに、やっぱこう、すごくモメンタムが変わるっていうのもあって、あのサステナビリティに関して、今後どうなっていくのかなっていうのをすごく考えたときに、やっぱりガバナンスコードの改定とか、ESG の G にもあるように、やっぱりこう、E と S が成り立つ、やっぱガバナンスがすごく大事だなと思ったんですよ、その組織のあり方とかもやっぱりこう、直で感じて、だからやっぱり、ここの組織体制がなってないと、E も S もないなって思って。今後やっぱりガバナンスがすごく厚くなってくるので、そこに関して自分の知識もつけたいというのもありましたし、その中で、うん、じゃあサステナビリティにこう振り向けられるようなことができれば、より組織のレジリエンスが高まるなと思ったんですよ。だから、うん、ちょっとまあ前の会社を辞めるっていう、まあ、決断をして今の会社で、うん、今の会社ってストーリーコンサルっていうのをしていて、うん、あの報酬領域とあの使命領域と戦略領域とサステナビリティ領域の4つの領域の、あの、なんていうか、ストーリーコンサル、なんかそのセットでこう提供するみたいなことをしていて、まあ、自分のなんていうか、思い描いてたことにすごくぴったりだったんですよね。で、今はその中でサステナビリティのこうことを中心的にやっているっていうことなんですけど、ただ、その、まあ、元に戻すと、その、卒業した時点でそんなことまで考えていたのかって、もちろんそんなことは全然考えてなくて、今まで多分キャリア選択の仕方ってこう自分の好奇心とかこうやってみたいっていうのを本当に前面に出して、はい、でそれを軸に活動、うん、まあ、とりあえずしてみて、でこう、まあ、前の会社だようにいろいろあったりもするんですけど、まあ、それも全部自分の人生の糧にして、うん、こう次に進んでいく、人間で前に進んでいくしかないと思うんですよ。だから、うん、あのそうやってやってきた、うん、思いますし、ね、当時はだからそんなに考えてはなかったと思いますよ。とりあえずもう当たって砕けたいな思考だったと思います。いやでも今日のまさにイベントページのタイトルにもあります通り、人生に正解はないが最適解はあるのではないか、この言葉ちなみに三上さんがくださった言葉なんですが、なんかちょっとここにも通じてきますか。はい、そうですね、なんかまあ、うん、なんかそんななんていうか大げさな話ではないんですけど、うん、よく言うじゃないですか、あこれ本当に試験なんで、うん、試験として聞いてくれたらいいんですけど、はい、あの人生正解はない、もちろんそうじゃないですか、うん、あの
人によって思考は違いますし、やりたいことも違いますし、どこを目標とするかとかも全然違うんで、うん、この人の人生においてはこの行動が良かったっていうのは確かにあると思うんですけど、他の人の人生においてはそれが全く一緒っていうことは絶対ないんですよね。ってなってくると普遍的な正解って絶対ないじゃないですか。うんうんうん、ただそのじゃあ全ての選択において何でもいいのかって言ったら別にそうでもないじゃないですか。やっぱある程度みんなそれぞれの軸を持ってその時々を環境で選んでいくとは思うんですよね。ってなったら、こうどんな基準だとかどんな環境で選んでいくか、なんかこれはすごく大事だなと、まあ、振り返ってですけどね、思うんですよね。でその最適解って言ったのは、まあ、正解がない中でも正解らしい選択っていうか、これならばいいのではないかっていう意味でまあ伝ってるんですけど、リサーチしているっていう、なんていうかバックグラウンドもあって、やっぱり、まあ、1位は情報収集はすごく大事ですよね。それぞれの局面においていろんな選択肢を比較して、うん、一つの情報に偏らず、人間って本当に入れる情報って偏るんで、意識的に広げとかないと、うん、脳が洗脳されるっていうか、相互にしか向かなくなってしまう。やっぱこれを避けるためにはいろんな人からいろんなことの情報を聞いて、でその材料を揃えた後に、まあ、自分で軸を持って決めていくって話じゃないですか。うん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 、でその軸の作り方とかでやっぱりこう迷われてる人も方も結構多いと思うんですね、若い方って。まあ自分も若いかもしれないですけど、まあ私も結構いろいろ考えてるのは一言言えないですけど、まあ、じゃあそのどうするのかっていうところで、はい、私とかだったらもうサステナビリティとか ESG っていうのがもうなんか腑に落ちてるんですよね、やっぱりこう、はい、まあ、これしかないっていうぐらい思っちゃってるんで、まあ、簡単なんですけど、だからその軸と横に広がるもっと広い広い世界の中で自分の軸を持つってなってくると、おのずとその交わる点があるじゃないですか。うんうん、だからそこが結局最適化になっていく。だからそういう人生の選択を繰り返していけば、なんか確かに正解とかではないんだけれども、うん、よかった、こういう人生でよかったんじゃないかっていうのを自分の中で一番納得できると思うんですよね、人のせいにしないっていうか。うんうんうん、そういう意味でなんか必ずしもこうでなければならないとかこうすべきっていうのを意識する必要ないというか、そんなことは別に考える必要はなくて、だけれども自分が何をしたいのかとか、なんか自分軸をやっぱり最終的には優先していいと思いますし、今後の世の中ではそれがますます求められてくると思うので、うん、最適化なんかもちょっと言葉選びが変かもしれないですけど、何と言いますか、より良い選択っていうのは必ずあるんだろうなっていうのは常に思ってます。だからそういったものを見つけられるように行動とか、うん、現状に満足せずに日々こう、うん、何かいろいろ模索してっていうのはあるかもしれないなって思ってます。いやでもそうですよね。おそらく三上さんも最初の1社目をご退職される時とかも、まあ、世の中的な大きな一般的な視点とかですと、それこそ新卒、うん、3年は頑張りましょうとかで、ね、よく言ったりしますけど、そういう何か悩み、ある種迷いみたいなのところよりも、三上さんとしては最終的には自分がやりたいことをやろうっていうふうに言われたってことですね。そうですね。ただ振り返ったらなんですけど、もちろん当時は結構きつかったんですよ、うん、1年目っていうのもそうもちろんありますし、うん、あとなんかそう環境的な問題とかもあって、うん、精神的にも結構追い詰められたりとかもあって、相談できなかったりとかね。あ、そうです、そうです、一人でやってたっていうのもあるんで、うん、大変だったんですよ。でも、うん、まあ親とかもちろん両親とかに相談をして、友達とかにも相談して、やっぱりそのポジティブな思考でいるっていうのはすごく大事ですし、あとこう、うん、なんというかこう一つの組織に所属をしてしまうと、やっぱりそれが世界と思っちゃうじゃないですか、人ってちょっと。そうですね、若い時とか染まりやすいんで、うん、ってなった時に親から言われていたのは、なんか希望の光を失ってはいけない、うん、どんだけ落ち込んでた大事なんですけどなんかその先をちゃんと見ないといけないよと。やっぱりその、うん、今は確かに辛いというか大変なんだけれども、やっぱり行動しないと何も変わらないっていうのはすごく言われて、なんかそこは、まあ、ベトナムの時もそうですし、それぞれ局面で乗り越えてきた精神力っていうか、まあ、そういうのもちょっとこう何というか、それこそ糧になって、やっぱりその時にはやっぱり行動しないとダメだなっていうのを思い立って、いろいろこう自分の中で違う選択肢をいろいろ見に行ったら、今のような
その自分に合うような企業を見つけることができたので、うん、まあ、当時はねそんな簡単ではなかったんですけど、まあ、振り返ればやっぱり行動した自分は偉かったっていうか頑張ったなと思いますね。周りのせいにせず、会社の都合ではあったのに周りのせいにはせず自身の糧にしますっていうその発言自体がね、もういかにその心の葛藤があったか、どんな過程を経たかっていうのがもう痛いように伝わってくるんですが、もう詳細見るとドロドロですよね多分ぜひその詳細を伺っているかちょっとわからないですけど、詳細はまたそれこそオフレコですね。そうですね、はい、ぜひぜひお伺い本当にしたいところですし、もっともっとより今のお仕事のことも伺っていきたいところであるんですが、すみません、私がたくさんお伺いをついついしてしまったものでお時間が実は伸びてきてしまっておりまして、はい、本当に、はい、三上さん今日ありがとうございました。大したことはお話できてないかもしれないですけど、いえいえ、もう、はい、はい、いかにこう三上さんがそれこそある種遠いことも自分ごと化してほしいなという思いであったりですとか、今にどれだけの熱量をね、はい、本当に注いで取り組まれているかっていうのは皆さんにもぜひ伝わっていると嬉しいなと思いますし、はい、はい、そうですね、伝わってれば幸いでございます、はい、そして最後にですね、三上さんには一つお伺いしたいことがありまして、はい、今後の三上さんのありたい姿であったりとか、あと今後やっていきたいなと思われていることなど、もし未来に対して何か思われていることがあれば最後にお伺いしたいなと思います。はい、これ簡潔になるんですけど、私リカレント企画はすごく大事だと思っていて、やっぱり海外の大学に行きたいと思ってるんですよね、その海外の大学って言ってもやっぱりサステナビリティのマネジメントの話ですけど、やっぱりここの話って欧州ですごく進んでるんですよね、特に、うん、やっぱりその現場をなんか肌で感じてみたいってすごくありますし、環境学ですとか、 なんかその国際開発も含めてですね、やっぱりその今はビジネスサイドにいますけど、まあ、それこそいろんな選択肢があると思うんですよね、サステナビリティで貢献するっていう文脈では。だからこう別に凝り固まって何でしょう、こう今の仕事だけを見ているわけじゃなくて、自分の視野を広げるためにもう一回こう学ぶっていうところに入って、でその後考えるっていうことも一つの選択肢としてあるのかなと思っているので、今はちょっと大学に見行こうかなっていう準備でちょっと進めてはいますけどね、うん、面白すぎるじゃないですか。いえいえいえ、でもそれこそこうライフイベントっていろいろあるじゃないですか、今後。だからこう、はい、若い時にというか、できることはしておきたいっていうのはすごくあって、その一つとしては、はい、大学ですね。あとそうです、ファイナンシャルプランナーの話、ちょっと戻りますけど、はい、ファイナンシャルプランナーはじゃあ何でやってるのかっていうところなんですけど、まあ、昔からその FP に興味があったんですね、そうお金の関連とかやっぱあって、小学部にもいましたし、で、資格を取って、で大学4年生の時に今の FP サテライトでインターンシップする機会があって、まあ、その時はずっとお世話になってるんですけど、やっぱりその、まあ、自分のファイナンスに関する知識が高まるっていうのはもちろんそうなんですけど、あとこう何でしょう、30代以降はちょっと時期は分からないんですけど、そのサステナビリティが個人で取り組むためにはやっぱり個人のファイナンスに戻していく必要があるのかなと結構思っていて、だから最終的にはそのファイナンス、まあ、ファイナンシャルプランナーとこうサステナビリティをつなげるような何かができたらいいなってすごく思ってるんですよね。ファイナンシャルプランナーっていろんな活動の仕方があるんですよ。活躍されてる方っていろんな分野とこう、はい、こうなんかこうコラボしてとかタッグ組んでやったりしてるので、まあ、サステナビリティも一つ文脈かなと思ってて、なので時期とかこう具体的な構想があるわけじゃないんですけど、こういざじゃあそういうことをしたいってなった時に何と言いますか、経験と言いますか、こう実績があるとやっぱりそう次の行動にステップに移りやすいっていうのはあるので、まあ、今サテライトで本当にできる範囲でと言いますか、本業と兼業はしているので、ちょっとご迷惑をおかけする時とかもあるんですけど、できる範囲でこうやらせてもらって活動を続けてるっていうところですね。だからまあサステナビリティっていう軸ももちろんあるんですけど、その先もっと長いところで見るとなんかファイナンシャルプランナーにもこうつなげていきたいなっていうのはなんとなく思ってるんですよね。いや本当にまさに全体最適ではないですが、全体を見たときにそうですね、本当に本当に
一本軸として、なのでもうただの生き方という側面だけで副業とか兼業されていらっしゃるわけじゃなくって、もう三上さんの一本軸の中にあるこれが最適解、それこそ最適解に近いんじゃないかということでいくと、うん、もう今されていらっしゃる本業も副業もどっちも大事ってことですね。あ、もうもちろんそうですね。やっぱり、うん、未来って今日作られると思うんですよね、うん、今日の行動が将来につながっていくとってなった時に、じゃあ今日の行動はどう決めるのかって言ったら、将来どうなりたいかとか何をしておきたいかによるじゃないですか、もちろん、うんうん、それをやっぱり考える機会を持っていないと人間って環境に押しつぶされるんですよ、まあ、現状かな、うんだからこそこ常にこう何ていうか視野じゃないんですけど広く捉える、まあ、時間軸もそうですし世界の横の広がりもそうですけど、まあ、こう常にこう広がりを持たせて、うん、物事を見るっていうのはすごく意識していて、でその中で見つけた今の時点での最適な答えがサステナビリティの軸と、あとはその先に見据えてちょっと入らっしゃったなみたいなところになるって、うん、私の中では。いやまさにもう本当にね、ここからもう近々海外の方にも行かれるかもしれないですが、本当に三上さんの今後、はい、皆さんでも応援していきたいなと思いますし、三上さんが書かれていらっしゃるビーサテライトファイナルシプランナーさんとして書かれていらっしゃる記事などはぜひぜひメディアからも見ることができますので、皆さんぜひ今回の YouTube の概要欄にも貼っておきますので見てみてください。はい、とんでもないです、すみません。では改めてですが、三上さん何か言い残されたこととかありますか？大丈夫ですか？言い残したこと、うん、まあそうですね、その、うん、私が取り組んでるサステナビリティとか ESG とかって、うん、まあ、私自身も取り組みながら結構ジレンマに感じることはあるんですよ。やっぱりとは言ってもこうなんて言いますか、間接的な貢献しかできないっていう、なんかその自分はリサーチをしてこう現場に落として、うん、お店の方につないで企業に支援して、うん、で企業の方が取り組みを変えると最終的にまあ影響出てくると、まあ、その流れで言うと確かに何かしらの一部には貢献してるんだけれども、うん、まあ、本当単純に言うとこうゴミ拾ったりとか何でしょう、そのコミュニティなんか数参加したりみたいなことの方がより直接的ではあると思うんですよね。うん、本当はそういう活動の方がなんかいいのかなとかやっぱりちょっと思ったりもするんですよね、まあ、NGO とか の、うん、取り組みも含めますけど、だからそこに関してはまだ私の答えは出てないんですけど、まあ、いろいろこう自分が最終的にこういうことをやりたいっていうゴールがあればそこの手段っていうのはやっぱいろいろあるとは思うので、まあ、その中で今考えられる集められる情報を考えられる軸とかを持って選択をして、でそこで進んでみてダメだったら違うところに行くみたいなことを繰り返していけば最終ゴールにはつながってると思うんですね、振り返れば。それが私は綺麗な人生だなと個人的に思ってるので、まあ、スティーブ・ジョブズの点をつなぐんですよね、はい、コネクティング・ザ・ドッツっていう、はい、あれはすごく好きなので、まあ、そんな人生になれたらいいなとは思いますね、うん、はい。いや本当にまさに今日の三上さんのお話というのが少しでも何かね、他の方にとってもこう新たに行動に踏み出すきっかけになったら嬉しいなと思います。三上さん本当に今日1時間今日ですねお時間ありがとうございました。いい、こちらこそお忙しいところありがとうございます。ありがとうございました。改めてですが本日のゲストは三上涼子さんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。